こんにちは。今回はこちらの中国の古銭を磨きます。銅兵は中国で用いられた刀の形状を模した青銅の貨幣のことです。それではスタート。お酢につけます。さあ、実感をご覧ください。お酢が泥水となってしまわれたではありませんか。受けてみろ、奥義。ピカールで磨いていきます。少しずつですが、磨いているうちに色が変わっていくのがわかります。歯ブラシも使いました。
表面仕上げポリッシャーサンダーで磨きます。最後までご視聴ありがとうございました。